私は怒ったぞ。愚かな人間どもめ、根絶やしにしてやる。穏やかじゃないですね。一体どうしたんですか？新バージョンで追加カード88枚も来たのに、鬼属性0枚なのは許せんよな。というわけで、そこら辺にいた鬼たちを連れて抗議活動中だ。あれ、日本三大妖怪の四天王寺と大竹丸じゃないですか。フットワーク軽いな。死ぬべき人間が揃っているな。それでは始めよう。羽道寺も怒ってますよ、運営さん。さて、ラッキー夜行の時間だ。お相手氏は槍が多めの今川渾身デッキかな。馬が多いこっちはちょっと不利かもしれませんね。来いよ今川、槍なんて捨ててかかってこい。槍が多くても走らないで1時間で取り寄せば完結する。鬼は兵力4割からが怖いんですよね。この兵力からが問題ね。槍が消えてしまえばこっちのもんね。その瀕死の状態から死なないのが鬼の強さですよね。ただ強すぎるせいでカードの調整が難しいんでしょうね。それでもカード増えてくれないと同じ組み合わせしかできないから、なんとかしてほしい。特に1コスト2コスト4種類くらい増えてほしい。コスト2は良いとして、コスト1で鬼の特技は強すぎるんですよね。話してたら無理攻めして馬が。なぜか橋工場が邪魔されてないんですが、妙ですね。これもしかして復活ずらされてる。相手はフルコンに切り替えたかもしれませんね。相手のコンボ食らったらさすがに耐えれる気しないな。つまりコンボさせなければいいってことだな。なんか作戦があるんですか？相手の残りゲージが半分以下、そして私の戦機の効果は完全復活。つまり全力でもう一度攻めれば勝てる。結局どのデッキも前のめりなんですね。守りが苦手なんでな、攻めることしかできないのさ。相手の式は多分8くらいだから、今川の号令前に何か使うはず。式10以上になる前に縄文前に行きたいな。これ以上流派ゲージはたまらないから、磁力上昇で少しでも向上速度と計略時間上げよう。もう復活ないので、やられた場合ほぼ負け確定ですね。なんとでもなるはずだ。よし、敵場までたどり着いたぞ。三河武士の誇り見せてやれ。松平から指導とは悠長な。天道寺頼んだぞ。剣族どもよ、立ち上がれ。行くぞ鬼ども、ラッキー夜行の時間だ。絶対かかるなよ。今まで、わしは所詮脇役。一瞬右の槍出てましたが、トラクマ同士がギリギリ乱戦で止めました。いや、鬼の高コストの馬2枚は破壊力が抜群ですね。決まれば楽しいけど、槍に刺さると必死だからな。怖い怖い。さて、相手の復活までにどれだけ城削れるか勝負だね。即座に命を渡すがいい。では重ね突撃で待ち構えよう。これも鬼のため、卑怯とは言う前に玉物がもらっていくぞ。これはひどい。知力上がってた分少しだけ長かったのが功を奏したの。圧倒的圧倒的圧倒的よ。これを自分の城の前で使われていたら危なかったの。強い命だ。あとは馬を逃がして大竹丸の技で守るぞ。人間ごときに。相手は城に帰るみたいですね。投了の合図か。了解した。この鬼デッキかなり強いんじゃないですか？確かに強いんだけど、槍と刀がいると厳しいんだ。あとは雷や兵などの地獄に飛んだメージ。今環境の平のダメ盛りデッキは効果時間や編成的にきついんだよね。鬼のバリエーションが少ないので、そこをもっと改善してほしいかな。水の雫では物足りんだ。敗者は火の雨に打たれるがいい。
本動画をご視聴くださりありがとうございます。時間が余ったので好きなカードの紹介をしましょう。今回は動画で使っていた四天王寺の解説をします。英傑大戦の四天王寺は CV 中田ジョージさん、イラストはホニャララさん。素敵な姿に渋い声がとても好きで愛用しています。この四天王寺は大江山言葉をモチーフにされているようで、源頼光は鬼の討伐を命じられ、山伏を装い四天王寺に近づき、仲良く酒を飲み交わした後、持っていた毒酒を四天王寺に振る舞いました。弱った四天王寺の寝込みを襲い首をはねます。首だけになった四天王寺が頼光に噛みつきながら鬼神に王道なき者を、そう罵ったそうです。頼光がそこまでしなければ倒せないほどの強さだったとも言えますね。目的のためなら手段を選ばず、私も好きな言葉です。カード解説がないって、まだ解説するほど強くないのでウィキを見てください。それではご視聴ありがとうございました。